ウルトラマン、それは M78 星雲光の国からやってきた正義のヒーローだ。ウルトラマンに秘められた超能力と強敵怪獣の謎と秘密、そして歴代ウルトラ戦士たちにも受け継がれるウルトラマンの技の数々を君だけに教えよう。ウルトラマンのもう一つの姿、それが科学特捜隊の早田新隊員だ。早田隊員は変身アイテムベーターカプセルでウルトラマンの姿に変わる。ウルトラマンの超能力、ウルトラパワー。ウルトラマンは何万トンもの重さの怪獣でも軽々と投げ飛ばすパワーを身につけている。さらに怪獣を持ち上げて振り回す。怪獣を頭の上まで抱え上げ投げ飛ばす。怪獣はこの一撃で戦う気力をなくしてしまう。ウルトラチョップ、ウルトラマンは主に右手を使ってウルトラチョップを繰り出すが、時には両手を合わせて威力を高めチョップを打ち込む。相手の急所も一撃だ。ウルトラキック、ウルトラマンは急降下キックでの先制攻撃が得意だ。助走して怪獣の正面に向けキック。後ろから忍び寄る敵には回し蹴りだ。スペシウム光線、ウルトラマンの得意な光線技は腕を十字に組んで発射するスペシウム光線。一発で怪獣を倒す威力を持っている。レッドキングが持ち上げた岩をめがけて発射。ウルトラマンとジラースの光線対決だ。ジラースの光線が岩に命中だが、ウルトラマンは一度に2つの岩に命中させた。狙いもスピードもウルトラマンの勝ちだ。ウルトラスラッシュ、ウルトラマンはスペシウム光線のエネルギーをリング状に変えて発射することができる。これがウルトラスラッシュだ。またの名を八つ咲き降臨と呼ばれていて、一発で相手を切り裂く威力がある。ウルトラマンはバルタン星人2代目と戦った時、初めてウルトラスラッシュを繰り出した。しわしわしわ。
ウルトラマンはウルトラスラッシュを他の技と組み合わせて使うこともある。ウルトラエアキャッチで相手を宙に舞い上げ、ウルトラスラッシュをダブルで放つ。バルタン星人2代目のコーハバリアがウルトラスラッシュを跳ね返してしまった。だがウルトラマンはすぐさまウルトラアイスポットを発射、コーハバリアを破った。ウルトラスラッシュ、そしてスペシウム光線連続発射。ウルトラアタック光線、スペシウム光線が通じない強敵だった。ウルトラマンは左腕から発生させたエネルギーを右腕の拳に集め、強力な光線を発射。これがウルトラアタック光線だ。地球の平和を乱す者がいる限り、ウルトラマンの戦いは続く。怪獣はどこから現れるのか。地底から現れた怪獣、黄金怪獣ゴルド。金の鉱山を掘り進み、手当たり次第に金を食べていた。地底怪獣テレスドン、普段は地下数万メートルの深さに潜むと言われている。ゴルドンの体を見てみると、地底を掘り進みやすいよう全体が細長くスマートだ。テレスドンも体の作りがゴルドンとよく似ているのがわかる。ウラン怪獣ガボラは首の周りに大きなヒレがある。ガボラは地底を掘り進むとき、このヒレを閉じている。ヒレを閉じて尖らせれば地底を掘り進むとき効果的だ。もちろん突然ヒレを開けば相手を驚かせる効果もあるのだ。ドクロ怪獣レッドキング、レッドキングは太平洋に浮かぶタタラ島に姿を現した。そして有翼怪獣チャンドラーをはじめ怪獣たちと激しい戦いを繰り広げていた。一方、2代目のレッドキングは雪山に姿を現した。日本アルプスでレッドキングはドラコとギガスの戦いに乱入する。レッドキングは地底を掘り進み、どこにでも現れ攻撃を仕掛けてくる。工事現場から掘り出されたタイムカプセル、超古代の人類が埋めたものらしいが、落雷が赤いカプセルに異変を起こす。赤いカプセルから赤色火炎怪獣バニラが復活した。一方、電気ショックで青いカプセルにも異変が起きた。青いカプセルからは生殖発泡怪獣アボラスが復活する。激突する二大怪獣、地底に埋まっていた謎の物体の取り扱いにはくれぐれも用心が必要だ。
海から現れた怪獣。海の中にもたくさんの怪獣が潜んでいる。海底原人ラゴンだ。ラゴンは得意の怪力で船を襲う。ラゴンは陸の上でも自由に活動できる。つまり水陸両生の怪獣なのだ。深海怪獣グビラは海の中を猛スピードで泳ぐだけでなく、ドリルで地底を掘り進むことができる。どんな場所でも活動できるグビラの能力は生物として非常に優れていると言えるだろう。宇宙からやってきた怪獣。クルーガイズのガンフェニックストライカーが宇宙の怪獣墓場を行く。ドキュメント 3SP に記録のある亡霊怪獣。かつてシーボーズは月ロケットに引っかかり地球に落ちてきたことがある。シーボーズは怪獣墓場に帰りたがり、空に向かって悲しく吠え続けた。やがてシーボーズはウルトラマンと共に宇宙に帰ることができた。怪獣墓場。この不思議な空間だけが怪獣たちが静かに眠っていられる場所なのかもしれない。大怪獣の超能力。噴煙を巻き上げて現れたのは古代怪獣ゴモラだ。ゴモラは太古の恐竜ゴモラザウルスの生き残りでもある。強力なパワーとスタミナの持ち主で、猛烈な攻撃の前ウルトラマンも次第に追い詰められていく。ゴモラの最大の武器は長い尻尾だ。勢いよく振り回し連続で敵を打ちつける。尻尾を使った攻撃は惑星ボリスに現れたゴモラにも受け継がれていた。惑星ボリスでのゴモラとレッドキングの戦い。ゴモラは尻尾を使った攻撃を次々に繰り出した。戦い好きのレッドキングにも反撃のチャンスを与えない。四次元怪獣ブルトン。ブルトンは空間をねじ曲げる特殊能力を持っている。体から奇妙なアンテナを伸ばし、別々の場所を一つにつなげてしまうのだ。キャップ。惑星ボリスに現れたブルトンは別々の場所をつなげることで怪獣たちを次々に出現させていた。
ウルトラマンは体を赤い球体で包み宇宙空間を高速飛行することができる。だがウルトラマンと同じように青い球体を作り出し宇宙を高速で飛行する怪獣がいる。宇宙怪獣ベムラーだ。ベムラーは宇宙の平和を乱す悪魔のような怪獣と言われている。そしてまた別のベムラーがウルトラマンメビウスの追跡を受けていた。メビウスを襲う。地球に現れたベムラーは口から光線を発射する。連続発射はしなかったが破壊力が高く油断はできない。変身怪人ゼットン星人。あの宇宙恐竜ゼットンを操っていたことで知られる宇宙人だ。ゼットンにはウルトラマンの光線技もことごとく通じなかった。ゼットンの超能力の前にウルトラマンはなすすべもなかった。一方ゼットン星人の仲間はさまざまな怪獣を操ることでも知られている。惑星ハマーではテレスドンを操っていた。俺のテレスドンがか。勝つのは俺のドラゴだ。宇宙竜ナースを操りザップスペーシーのスペースペンドラゴンを襲ったゼットン星人もいる。動くな。地球人、無駄な抵抗はよせ。ゼットン星人、私はお前らを消すために来た。宇宙忍者と呼ばれるバルタン星人。高度な科学力と超能力を併せ持った宇宙人だ。バルタン星人は分身術をはじめ数々の超能力を身につけている。スーパーガンの攻撃を受けても全く効かずどこかへ消えてしまう。ハサミからは相手の動きを止める赤い光線を発射。50メートルの大きさに巨大化。両手のハサミからは破壊光線を発射する。そして新たなバルタン星人が現れた。バルタン星人の2代目はさらに強力な武器を備えていた。それはウルトラマンのスペシウム光線に対抗するためのものだった。スペルゲン反射光。これでスペシウム光線を跳ね返すのだ。かつてバルタン星人はスペシウム光線に敗れ去った。だが今度は
スペシウム光線を跳ね返し、逆にウルトラマンに浴びせようという作戦だ。作戦はまんまと成功した。バルタン星人はすかさず反重力現象を起こしてウルトラマンの動きを抑え込む。次にバルタン星人が現れた時、果たしてどんな新兵器を装備してくるか、それは誰にもわからない。だが地球には科学特捜隊がいる。平和を乱す者は決して許さない。ジェットビートルの出動だ。科学特捜隊の怪獣作戦。かつて人々は力を合わせて怪獣に立ち向かっていた。攻撃開始。やがて宇宙からの侵略や怪獣出現に備え、科学特捜隊が結成された。攻撃する戦車隊だが、次々現れる怪獣は戦車以上の攻撃力を持っていた。ジェットビートルが現場に急行する。高熱を発して暴れ回るザンボラーに冷却弾を投下。温度が急激に下がり、ザンボラーの動きが鈍くなった。隊員たちは怪獣に立ち向かう。小型銃スーパーガンの攻撃だ。トリプルショット。はい。スペシウム光線と同じ威力を持つマルス133。嵐隊員が使いこなすスパイダーショット。スペシウム光線が通じないケムラーに対抗するため、新兵器マッドバズーカが到着した。ケムラーの弱点は甲羅の付け根にある。だがケムラーは決して弱点を敵に向けたりはしなかった。そこでウルトラマンはケムラーを持ち上げ、弱点をマッドバズーカの方に向けさせた。ウルトラマンと科学特捜隊の力を合わせた勝利だ。受け継がれるウルトラマンの戦い。怪獣キングゲスラが現れた。キングゲスラを倒すためゲスラとの戦いを振り返る時だ。ゲスラの弱点は頭の上にある触覚だ。ウルトラマンは海の中でゲスラに苦戦しながら触覚をつかみ取った。
トラマンメビウスは素早い動きでキングゲスラの後ろに回り込んだ。怪獣首長ゼロニモンは口から吐く反重力の煙が武器だ。だがウルトラマンのリバウンド光線が一瞬で跳ね返す。ウルトラマン80はリバウンド光線を受け継いで戦う。バルタン星人5代目の攻撃も完璧に防いだ。ウルトラマンジャックもウルトラマンの技を受け継いでいる。その名はウルトラカスミギリ。ウルトラマンはジラースとすれ違う瞬間、必殺の一撃を浴びせた。ウルトラマンジャックもシュガロンに一撃。ウルトラ戦士たちの前に邪悪な暗黒妖気天空魔が現れた。今こそウルトラ戦士全員のスペシウム光線一斉発射。ウルトラマンを支える太陽エネルギーは地球上では急激に消耗する。カラータイマーが点滅を始めた。残された時間はもうわずかだ。ウルトラマン頑張れ。ウルトラマンの勝利だ。うわっ。どこまでも続く青い空をウルトラマンは守り抜いた。君たちもウルトラマンのように地球の平和を守り抜いていこう。